演舞開演。どうも、本日はこちらのうなぎまぶしのタレと白だしをご飯にかけるとひつまぶしのようになるのか実験してみたいと思います。いただきます。ではいただきます。ただふりかけとだしを食べるよりは風味が出てきます。でもひつまぶしに近くはないかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。